あ、多分できましたね。了解で俺いるね。了解す。はい、了解をしていただきまして。今ライブになってるよ。今、ライブになってますかね。なってるなってる。そうですね。じゃあ、あれでじすゃね。あ、やり今、ましょう。YouTube も映してるんですが、まあ、それも時期に動き始めるはい。でしょう。はい。タイムラグがあるかね。そうですね。じゃあ、ちょっと、時間過ぎちゃいましたけど、はい。始めさせていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そうですね。TWL ビジネスインサイツっていうところで、初回の今回はキックオフミーティングっていう形で、で、まあ、まあ、我々、その森さんと私が、まあ、どういった目的で、そういった団体、グループを立ち上げたかっていうようなお話も、なんか最初の5分、10分でさせていただいて、で、その後に、まあ、今、今日いらっしゃってくださってる富高さんも含めて、一緒に、まあ、これからよりよく、こう、なんていうか、佐賀を盛り上げるために、どういったふうな活動をしていけばいいのかっていうところを、まあ、意見交換できたらいいなっていうことを思っているところでございます。はい。で、ちょっと、初回でもあるので、その自己紹介を、その3人で、ちょっとさせていただければなと思っております。で、初めにちょっと私から、簡単に自己紹介させていただきますと、私は、下井と申します。下さんね、ちょっとはね、い。これをね、録画しようと思うんですよ。はい、はい、はい。で、ちなみにそのこれっていう YouTube のやつっのは、て、全部録画できんの？あれです。録画、残ってるはずです。アーカイブとして、そうなんだ。すぐに残るはずです。了解しました。じゃあ別に必要ないですね。動画です。大丈夫だと思いますよ。はい、了で、解です。アーカイブに残ってるものはダウンロードできるので、本当に了解です。ちょっとあれですね、ネット環境が悪くて、YouTube の方が、出ますかね。くるくる回ってる感まあじでですすね。ね。まあまあ、一応、まあ、これがまあ、録画録でき画るはようできになてる。ると思うので、了こ解のです。ままちょっと続けちゃうと思います。ちょっと、はい。また改めまして、はい、下井と申します。で、佐賀市で弁理士として活動しています。で、弁理士っていうのが、その特許権とか商標権とか、そういったのを取得するのをお手伝いするっていうお仕事ですね。で、去年の5月に、5月じゃないですね、6月に、その佐賀市の呉服元町っていうところで、その法人立ち上げて、まあ、今活動を始めて1年ぐらい、まあ、まだ1年経ってないですけれど、はい、佐賀市で活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。お願いします。入るんじゃないかというところがまずトリックです。はい。次、森さんよろしくお願いします。ソレキスの森です。今日はですね、佐賀事務所の方からではなくて、東京の自宅の方から、オンラインで参加してます。弊社の方ですね、会社の方は東京なんですけども、そのうち、すべて、東京に事務所だけ残してですね、佐賀に移ろうかなみたいな、そんなことを考えてます。で、下村さんとですね、夏の終わりぐらいに知り合いまして、実は2人ともですね、佐賀の人間じゃないんですね。で、外部から、私の場合は出身岡山で、東京で今仕事してて、みたいな状況なんですけども、まあ、佐賀ってやっぱその非常にこう伸びしろがあるなと思っておりまして、またこうやっぱその佐賀のやっぱその一番いいとこっていうのはやっぱ人だと私は思ってましてですね、まあ、そんなようなところで、ぜひですね、まあ、私も、まあ、それなりに多少ですけども、起業をやってきてましたですね、知見があるので、これをなんか、佐賀の起業家とか、事業家とか、あるいは地域創生の方となんか共有できればなと思って、今、参加しています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いそししたら、はます。い、富高さん、お願いします。私、富高と申します。はい。で、私自身は、まだ創業もですね、行っておらずに、まあ、一ですね、佐賀市のですね、市内にある会社の会社員としてですね、勤務しております。
ただ、将来に向けてとかですね、あと、会社の方が副業ですね、認めてくれるとかいう時になった場合にですね、はい、準備をしっかりしておかないといけないなと思いまして、いろんな形で情報収集だったりですね、創業のですね、これだったりというものをですね、いろいろと、今はですね、準備しているっていうような形になります。で、まあ、その他プライベートでですね、ボランティア活動としてですね、まあ、4歳児から17歳のですね、子供たちに、無償でプログラミングをですね、学んでいただくような、場所をですね、提供しているコーダ道場というところでボランティア活動をしております。はい。で、まあ、そういった形で、まあ、幅広くですね、活動させていただいております。で、まあ、森さんも先ほど、おっしゃられた通り、私も実は、佐賀の人間ではなくて、そうなんですよ。まあ、家内が、佐賀市の人間で、で、まあ、家内と出会って、佐賀ってですね、まあ、詳しいとこだなと。まあ、もちろん自然もあって、農業も盛んで、で、まあ、歴史的なところから考えてもですね、新しいことをですね、生み出す場所だと、いうところがありまして、で、まあ、どこで活動すべきなのかっていうところで、自分のですね、活動拠点を佐賀の方に、まあ、置いたところでですね、まあ、本格的に2年前ぐらいからですね、いろんな活動させていただいているっていうところになります。本当、森さん、こういった形でですね、こういった場を設けていただきまして、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。もう本当、まあ、森さんも富高さんも、この私も、その、確かその、企業支援か何かのセミナーか何かでご一緒させていただいてっていう形で、なんていうか、まあ、富高さん今起業されてないっていうお話ですけれど、なんかそういったセミナーにもその精力的にっていうか積極的に参加されている方で、もうすごいその情報感度の高い方なので、そういった方にもご参加いただけるっていうのはとてもありがたいことだなっていうところは思っているところでございます。はい。そしたら、今あれですよ、ね。去年の8月末ぐらいでしたよね。確かそうですよね。夏でしたよね。なんか富高さんが半袖だったイメージがありますけど。セミナーが終わってから同じフロアにうちの会社があるんで、ね、ちょっと。そうですよね。いや、もう早いもんでね、もう2月になっちゃったね。ですね。しかも、あれですね。今聞いてびっくりしたのが、みんな、あれですね。佐賀出身じゃなかったっていう。はい、まあ、だからこそ、なんか見えるものもあるかもしれないですしね。あとは、今日参加してくだ、参加できなかった方々で、佐賀出身の方とかも、たくさんいらっしゃいますし、うん、そういった方に、まあ、その次回以降、そのプレゼンターとして参加もしてもらえることになっているので、なんか、はい、その佐賀も出身の方もいれば、佐賀じゃない方もいるし、で多分県外の方もこれから参加してくださると思うので、そういった形でちょっと、みんなでその視野を広げながら、その活動していければな、っていうことを思ってます。ぜひともですね、思ってるのは、久留米とかですね、うん、ま、本当に、福岡市なんて佐賀市の、隣接してますし、例えば佐世保とかですね、うん、長崎の子だとか、みんなで盛り上げていくこと、そういうことを思ってます。ありがとうございます。やっぱみんなでやっていくことが重要で、自分たちだけがどうのこうのなんて思ってなくてですね、うん、みんなでこう盛り上げられればいいかなと、そう思ってます。はい。ありがとうございます。そうですね、もう今ちょっと話をしている中で、今この立ち上げたグループっていうのがどんなものかっていうのがもう大体こうお話がこうできちゃったような気がするんですけれど、ちょっとまあおさらいじゃないですけど、その、まあ、ホームページの情報とか見ながら、ちょっと、2、3分ですかね、ちょっとお話しさせていただこうと思います。ちょっと画面共有させていただきますね。今、ホームページ見えてますかね？見えてます。ありがとうございます。ですね、こちら、そうですね、
動画、YouTube ご覧になられている方、後ほど YouTube の概要欄にそのリンクを貼っておこうと思うんですけれども、こちらの TWL ビジネスインサイツの特設ページ作ってまして、そこの1ページになってます。でですね、まあ、このグループっていうのは、まあお話しした通り、その佐賀県だったりとか、まあ久留米含め、その近、まあ福岡ですね。福岡、長崎とか、そういった近隣県の方々をつなぐようなグループを作りたいと思って立ち上げたものになっています。でですね、コンセプトっていうのがですね、その半額半郷っていうその、まあその佐賀県で有名なその鍋島藩校、その行動館がそういった半額半郷の精神のもと、その、素晴らしい、こう、歴史的な人物を輩出してったっていうのが、なんか、そういった話を伺ってですね。で、それってなんか素晴らしいことだなと思いまして、そのコンセプトっていうのをちょっと使わせていただいて、で、その半額半郷の精神のもと、そのビジネスを洞察するっていうような、そのコンセプトでちょっとやらせていただいています。でですね、でちょっと課題感として我々が考えていたことがですね、佐賀県でも、すごいその起業家さんを支援する、その支援施設も多いですし、その、例えば、よろず支援拠点さんだったりとか、佐賀県庁さん、佐賀市役所さんとか、まあ、いろいろたくさんその支援施設があって、そのサポートはしてくださっていて、とてもありがたいなと思ってるんですけれども、その、起業家、受講生同士でつながる場っていうのが、あまり、少ないかなっていう、あまり多くないかなっていうところがちょっと課題感として持っててですね。であとはですね、その、いろいろなセミナーみたいな、その講師と受講生っていう形のものは多いかなと思ってるんですけれども、基本的に、その、セミナーを受けてる人は受講者側に回ることが多数。で、自分で発信していくっていうことが少ないなっていうことを思ってまして、でなので、学びながらも自分から積極的に発信して、で、その発信した内容について、その同じような立場の起業家のな人たちで、その意見交換するっていうことができたら、それが非常に有益なんじゃないかなと思っていたところでございます。で、私も富高さんも、その森さんも、その森さんのところのオフィスで集まってなんか意見交換したりとか、していて、そういうのがとてもその有益だっていうのを感じていたところで、で、そういったところを、その、こういった、まあ、オフィシャルの場っていうと、ちょっと大きいかもしれないですけど、こういったグループを立ち上げて、こう、皆さんでそういった有益な場っていうところを作り上げていけたらいいなっていうところを思っているところでございます。はい。でですね、まあ、想定する参加者っていうところなんですけれども、こちらも幅広く、その、お互いに切磋琢磨できるような方っていうことであれば、もう大歓迎っていうところになってまして、まあ、ここに書かれている企業を目指している方だったり、まあ、そういった方を応援したい方っていうところっていうのも大歓迎ですし、まあ、地域課題に取り組んで地域創生ですね、目指している方も大歓迎で、あとはその、経営をしていくと、業務改善とか効率化っていうところは切っても切れない、切り離せないところだとも思ってるので、で、まあ今はその DX とか IT 化とか、そういったところでその経営の効率化だったりとか、そういったところも絡んでくるところだと思うので、そういった DX とかにも関心がある方っていうのも、その参加していただけると、とてもなんか力になるんじゃないかなっていうところを思っているところでございます。でですね、我々のそのグループっていうのがどういったことをしていくかっていうところなんですけれども、その第2、第4木曜日、今はまあちょっと第2、第4木曜日とさせていただいてるんですけれど、の18時からそのオフラインとオンライン、ハイブリッド形式でイベントを開催しようと思ってます。で、そこのイベントでは、その起業家ですね、まあ結構そのセミナーの受講生として、いろいろ受講されているような方々に、ちょっと、その方がやろうとしている事業、やっている事業について、ちょっと紹介していただいて、で、その事業について課題感とかがあれば、その課題感も共有してもらって、それについて意見交換するっていうような、そういった場を設けられたらいいなと思っているところです。
で、こうやって時間を固定することで、その、まあ、参加しやすい環境、その、次回は何日だっけみたいな、そういったことが起こらず、その毎回、あ、もう今日この日のこの時間は、その TWL だからっていう形で集まりやすくなったらいいなっていう形で、今はちょっと固定してやることをちょっと考えているところでございます。あとはですね、そのイベントの時だけでもちょっと交流できるっていうのは素晴らしいことだとは思ってるんですけれど、その交流してない時、イベントが開催されてない時でも、その意見交換だったり情報共有っていうのができるように、その今スラックっていうそのコミュニケーションアプリ使って、そういったことができるような場っていうのもすでに設けていて、我々3人はもうすでにそこにも入っていて、いろいろ情報交換しているところでございます。で、そういった場を、まあ、広く提供することで、そのイベント以外の時でも情報交換できるようにしたいなと思ってます。で、こういった活動を、継続的に続けていって、で、佐賀を盛り上げたいなっていうところを思っているところでございます。はい。ちょっと、長くなっちゃいましたけれども、その、設立した目的だったり、背景だったりっていう、で、あとは活動内容っていうのを、ご説明させていただきました。森さん、何か、こう、補足することとかってありますでしょうか？はい。はい、じゃあ、私の方も、ちょっと同じような話になりますけども、説明させていただきます。はい、その、鍋島藩校の、ちょっと先ほどのあのスライドをもう一回出してください。はい。はい。見えますか？はい、大丈夫です。OK です。まあ、その、はい、やっぱ素晴らしいなと思うのはですね、鍋島藩校の、まあ、行動観の教え、要するに反学反教、うんうん、要するに学んで教えて、一緒に教えていこうと。今風に言えば多分、なんか自分の知ったことをグループディスカッションして、いくような、そんなこと、イメージかなと思いますけども、うん、私もなんかこういうようなことをやりたいなと実は思ってまして、当然社会に出ますとですね、回答のないことが多いわけですね。で、回答も複数あったり、そもそもなかったりするわけです。で、学校の場合って、まあ、試験って誰かさんが作る、誰かが作るので、必ず回答はあるんですが、まあ、その真逆なところもあります。やっぱそうしたことっていうのは、その、単に覚えてうんぬんだけじゃなくて、まあ、議論しながら、進めていくことによってより、理解度が深まるのかなと、そう考えて、昔からそう考えてました。で、ちょうど本当にこの反学反共という素晴らしい精神でありましてですね、佐賀には。なので、ぜひちょっとこれをやっていきたいなと思ってます。もっと言えばですね、まあ、行動感パート3みたいなのにできたら楽しいかなと思ってます。まずはこれが持続してですね、行って、どんどん、周りの方々も増えていって、メンバーも。そういうことを望んでいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね。そしたら、まあ、今お話しさせていただいたのが、まあ、その、まあ、目的、まあ、どういう意図でっていうところなんですけれど、で、まあ、これはまあ、基本的にその、私と森さん、二人でいろいろ、こう議論しながら、こういうふうにやれたらいいねっていうところを思ってやっていたところなんですけれど、なんかまあ、せっかく富高さんもいらっしゃるので、なんていうか、まあ、このグループの活動を、なんかどういうふうに活かしていきたいかっていうか、なんかこういうふうにしたらもっと良くなるかもとか、なんかそういったところを、まあ、何かご意見あれば伺いたいですし、まあ、せっかく3人いるんで、なんかディスカッションっていうか意見交換しながら、なんかより良い方向性を、まずキックオフミーティングのところでちょっと、揉んで、で、それ以降の活動のところで活かしていきたいなっていうところを思っています。そしたらなんか、富高さん、何かこう、まあ、この活動で、まあ、感じたことだったりとか、こうしたらいいなとかなんかありますかね？そうですね。まず、参加者側としてですね、まあ、この、反学反共ですね、本当に素晴らしいなと思っていて、なかなか、やはりその、アウトプットっていうのが、なかなか、こう、できる機会っていうのがなくて、まあ、実際、
昨年に関しては、私もスタートアップゲートウェイの方ですね、を参加させてもらって、やっぱりこういった自分の事業、考えていること、構想っていうものを外に出すっていうことっていう機会もなかなかなかったので、やはりこういったことが必要だなというふうに思いましたし、これを、こういったことを続けていかないといけないなと思いました。で、まあ実際に、まあ選ばれないとなかなかそういうピッチの場面に立つっていうこともなかなかないので、本当に身近にできる機会っていうのが、この TWL の活動になるのかなというふうに思います。で実際に見させてもらったときに、自分には何もないかなというふうなのはちょっと強い感じたところだったんですけど、ただ何もないっていうことで思考停止してはいけないなと。素晴らしい。素晴らしい。なので、積極的に何かを考えて、こう、この場を利用させていただかないといけないのかなというふうにもちょっと思ったので、参加させていただいたっていうところでした。で、実際、近いところの話なんですけども、行動館2のですね、佐賀県さんがやられている事業のですね、ところで、ロブスジャパンの編集長の藤吉さんのですね、発信学の会に、応募して、なんと6倍の倍率だったっていう観覧席をゲットして、参加させてもらったんですけども、本当に非常にいいものだなと。佐賀の出身の方って、本当に全国でですね、有名な方で活躍されている方が多いなというところもあって、本当に、いいものを吸収させていただいたなって思うんですけども、やはり、この間2も、更新がになるのはハードルがあまりも高すぎる。本当に、この間3という形で、これが、身近なものとしてですね、感じれるものと、なるので、これはもう本当に広めていかないといけないし、こう、それで、もう佐賀が潤ってくる思ってます、ね。はい、本当に、私も、広めていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかまあ、まさにそうですよね。なんかその、私は、まあ、行動館2、まあその県の、まあ事業ではあるんですけれど、これもその行動館の精神にのっとって、なんていうか、その学びを、まあ新たに学ぶっていうような場だと思うんですけれども、で、なんかそういったところで、富高さんが、まあ、こう、得られた情報っていうのも、おそらく、こう、6倍なんで、こう、参加できなかった方とか、なんかいたりすると思うんで、で、そういった貴重な情報っていうのを、その、まあ、こういった場とかで、まあ、こういった学びがありましたよっていう情報交換みたいなこともできたらいいなと思っていて、でそれこそが、まあ、まさに半分学びながら半分、こう、教える側にも回るっていうところだと思うので、なんかその、まあ、富高さんが、こう、自分は何もないみたいなことをおっしゃってましたけど、もう、そういった積極的にその行動館2のイベントに参加されて情報を得てるっていうところでもう何もないことがないっていうか、もうあるっていう形だと思っていて、で、なんかそういった情報共有っていうのもしていただきたいなとも思ってますし、あとはもうプログラミング、そのボランティアでやられてるっていうお話だったので、で、私、がそういったプログラミングとかの件についてはちょっと弱いところもあったりするので、で、なんていうか、このグループの活動に関しても、何かうまいこと、まあ、プログラミングとかっていうのをなんか、うまく活用して、なんていうか、効率的にその運営していけたらいいなっていうところも思っていて、で、なんか昨日は、佐賀県のスマート化センターさんでしたっけ、森さん。うん、あ、そうですね。はい、うん、そういったところともちょっとお話しさせていただいて、なんていうか、こういった、こう人が集まってセミナー形式でいろいろやるっていうようなところの中で、どう、こう、うまく、その、情報発信とかを効率的にやっていくかとか、効果的にやっていくかっていうところっていうのも、こう、そういったのも模索していきながらやれば、そういったスマート化センターさんとかからもちょっと注目していただけるみたいな話もあったりしてですね。なんていうか、で、その最新の技術だったりとか、
そのプログラミングの知識とか、なんかそういったところも学びながら、このグループ自体をこう、改善していくっていうか、効率化していくっていうようなところとかもできたらいいなと思ったところなので、そういったところに関しても、富高さんのその能力っていうか、そのプログラミング能力っていうのはすごい、貴重な、情報源っていうか、貴重な力だと思ってるので、なんかいろいろ富高さんからこう学ばせていただきたいなと思ってるところですね。うん。なんか、そうですね。なんか富高さん、ぜひ、今4月の6日までは、プレゼンターがちょっと埋まってはいるんですけど、よかったら、その6日の、次はいつかちょっと今パッと出てこないですけれど、いかがですか？プログラミングのそのボランティア活動の話とかでも大丈夫ですし、あとはまあ先ほどのコード感2の発信についてのことでもなんか共有してもらえたら嬉しいですし、なんかその、富高さんの、まあまあ、いかがですか？すいません。なんかあ、はい。あ、そうですね。まあ、ぜひちょっとチャレンジしたいなと思って。はい。はい。ありがとうございます。まあ、今実際に私にできることは何なのかなっていうようなところですので、うん、プログラミングの話はですね、うん、今お話いただいたんですけど、正直申します。私、プログラミングはできないっていうところが正直なところで、はいはい、プログラミングで言えば、この森さんかなって思うんですけども、うんうん、私、中で言うと、まあ、今、ボランティアでやってる方は、子供たち、今どうつながって、子供たち、これこそもう、感覚環境なんですけど、子供たちどうして教え合ったりとか、うん、わからないこととかで、その大人がサポートできることを大人がサポートするとか、うん、っていう、子供たち自主的にやっていくっていう活動をサポートするっていうところなんですね。うん、で、私結構その、いいことって、いろんなことをサポートしたり支援したりとか、その裏側で回ってこういろんなことやることかなっていうふうな、ちょっと、まあ、自分にできることって、そっちの方がなっていうふうに思ってまして、うんまあ、まあ、そういったところをコーディネートする力だったりとか、そっちの方か、うん、もしくは、私、運がいい人間だと思って。で、皆さんも、もちろんそうだとは思うんですけども、何かやってるか、掴んできたと思うんですよね。うん、おっしゃる通りだと思います。はい。数を売っていくことで、チャンスを掴んでこられたかなと思うんですけど、うん、やっぱり、運がいい、運を掴む学っていうかですね、うんうん、そういったところの、なんか、話とかが、もしかしたら私にできるのかなとか。うん、なんか、そうね。面白いですよね。うん、なんかその、うん、結局、動かないと、なんか、得られないっていうか、得られないと思っているので、で、やっぱり動いてるとか、なんていうか、まあ、人事を尽くしてっていうと、ちょっと大ごとになっちゃうかもしれないですけど、しっかりと行動されてる方に対して、なんていうか、チャンスが来て、で、しかも、チャンスが来ても動けなかったらどうしようもないと思ってるので、なので、準備をして動いてるからこそ、運が巡ってきて、さらにそれに飛びついていけるっていう、ところだと思うので、なんかそういった、なんていうか、こういったことを活動してたら、こういった情報が入ってきて、で、まあ、うまいこと回ってったよとか、なんかそういった情報っていうのも非常になんか貴重な気がするので、なんていうか、まあ私は特にそうなんですけど、いろいろ考えてから、もうじっくりじっくり考えて、結局動かないみたいな、ようなことをずっとやってきた人間だったりするので、で割とその、まあ最近は割と活動は精力的にやってるつもりではあるんですけど、やっぱりちょっと、今まではそういった考えて止まってたからこそ、こう逃してしまってたことっていうのも多いだろうなっていうのも思ってたりするので、なんか本当、なんかそういった方に向けてすごい貴重なお話になりそうな気がしますよね。うん、まあ、全くそうだと思いますね。うん。なんか、私自身も、まあ、そういったことを話すことで、うん、いろいろ皆さんからご意見いただいたりして、学ぶことがあるかなって思ってるので、どちらかというと、今まで の人生とキャリアの中で、うん、そういった体験をちょっと洗い
笑い出して、うん、まあそういった事例として話をしていくという形になるかなってちょっと、今ちょっと想像してるんですけど。あ、いや、素晴らしいと思います。これがどんなフレームワークに当てはまるのかっていうところはですね、抽出して話をしていく中で皆さんから動いていただくとか。うんうん。なんか、そうですよね。うん。まあ、そういった、まあ、話自体が、まあ、私面白いとも思いますし、で、あとは、まあ、そういった話をしてもらったときに、多分、おのおの、まあ、自分ごととしてちょっと考えたときに、やっぱりあの時動いておいた方がよかったかもなとか、なんかそういった、なんていうか、改善っていうところに考えが至るような気がするので、うん、そうですね。で、まあ、あとは、もしかしたら、こういうふうに富高さんも動いてたら、もうちょっといいことあったかもよ、みたいな、そういった話とかも、あとはなんかそういった活動するんだったら、こういう人とちょっと会ってみたらとか、なんかそういったつながり、その、人が持ってる人とのつながりっていうのも非常に貴重だと思ってて、なんていうか、やっぱり自分が作れる人脈っていうのが、やっぱり自分の手の届く範囲に限られちゃうと思うので、なんか、そこだとやっぱりちょっと限界が見えちゃうけれども、そこをなんかこういう人探してるんだよねとか、そういったのを相談できる方がいることで、なんか爆発的にその人脈が増えてったりとか、なんかそういったところもあったりもすると思うので、やっぱりなんか、ある意味発信したもの勝ちみたいなところはあるような気がしますよね。発信してればどなたかが拾ってくれるっていうか、そういう形もあると思うので、で、私も森さんも、まあ、富高さんも含めて、こう、いろんなところで、まあ、情報収集とか、人脈の構築っていうのはしてると思うので、なんかまあ、そういったところも、なんかこういったグループの中で話をしながら、そういった人脈の、共有だったりとか、そういうのもできたらいいですよね。そうですね。ぜひね、そういうところもやりたいですね。うん。うんそういったところが、まあ、やっぱりその、講師と受講生っていう、その、情報の一方向性っていうんですかね。一方向性しかないものだと、なかなかそういった、こう、人脈、こういう人いるよとか、そういったところまで話は膨らんでいかないような気もするので。まあ、こうやってちょっと意見を出させていただいただけでも、これだけ話がですね、膨らむっていうのは、すごく面白いなって。いや、本当になんかその、人と話すことで、なんか自分の頭も整理できるし、で、まあ他の方の考え方も、知れるので、なんかやっぱり、その得られる情報量っていうのが、増えますよね。人と話すことで。はい、たった今のこの5分間ぐらい。ね。うん。結局その、まあ、事業計画書とかなんか資料とか作るにあたってもですね、自分で作ったらもうそれしかわからないんですよ。とか人にこうなんか見てもらうとか、ね、あるいは壁打ちに得るだけで、こう、気づきが山のようにあるんですね。私も本当にそ、日々そんな状況で、よくね、私、昔ね、勤めてた会社の社長さんがいてですね、その方がよく言ってたのは、いや欲しいものは人が持ってるっていうわけですよ。前ちょっと話したかもしれませんけども、まあ、売り上げですよね。売り上げもお客さんがいて、お客さんからもらうもんじゃないですか。うん、情報も自分が知らないものは人からもらいますよね、うん。人からいただきますよね。よく言われたのはね、欲しいものは人が持ってると。なので、そこにリーチするために、じゃあ何をするんだというようなことをこう言われてて、うん、まさに本当そう思ってですね、自分の知ってることはもちろんあるにしてもですね、それ以外のことが大半なんですよ。わからないことって絶対自分の知らないことじゃないですか。うん、その人が知ってるわけですよね。うん、そこにどうやってリーチできるのかね。例えばお客さんがいて、売上をもらうためには受注しないといけないと。じゃあそのために、うんうん、より若い、よりさ、まあ、顧客サイドに立ったプレゼンどうするのかとかね。止まっちゃいました。うん。あ、止まっちゃった？なんかそんなことだと思う。あ、今大丈夫です。はい。うん、そんなことだと思います。うん。いや、なんか本当に、もうおっしゃる通りで、だなと思ってて、まあ私も、まあ最近、その、まあ、
年末調整っていうか、その、独立して法人立ち上げて、まあ、初めてこう、12月迎えて、で、年末調整とかしたんですけれど、なんかまあ、ちょっと年末調整とかの話になると、ちょっとちょっとスケールが小さい話にはなっちゃうんですけれど、なんかまあ、私もなんか調べながら、まあ、自分でできるだろうと思って、で、まあ、ちょっとやってみたんですけど、案の定ちょっと失敗しましてですね。で、ちょっと税理士さんにもう、ちょっと今相談して、なんかいろいろ聞いて、修正してもらってるとこなんですけど、やっぱりなんかそこで、なんか得られた情報、その税理士さんに相談したら5秒ぐらいで、解決したようなところを私がまあちょっと何時間か悩んでるみたいなこととかが、なんか最近あったりしていて、で、まあ、ちょっとまあそれは極端な話なのかもしれないですけど、結局その自分で調べればわかると思ってることも実際やってみたらあんまりその調べきれてないっていうか、その経験してないから気づけないところっていうところっていうのは絶対あるんだろうなっていうのも改めて感じたってところなんですよね。なんか、なので、やっぱりこう一度人と話してみると、それを経験した人がその経験に基づいて、その経験がないと気づけなかったところに気づかせてもらえるっていう。で、それがあれば、一度失敗しなくて済んだっていうことになるとも思うので、やっぱり、そういった機会があった方が、得るものも多いし、失うものも少ないっていうか、なんかそこがとても大きい気がしますよね。うん。からなんかそういった、こういった活動を通じて失わないようにするな。失わないようにもしつつ、で、積み重ねていく。情報を積み重ねていって、で、切磋琢磨しながら、しっかりとその方向性とかっていうのも、一緒に修正していくとか。っていう形で、より、みんながそれぞれの道で成功する確率を上げていくっていう。なんかそういった形につながっていくと、なんかいいですよね。うん、うん。で、そういった活動が出て、ある程度その実績みたいな、出てくれば、もう、本当多分もう近隣の県の方とか、もうそういった方々も、まあ、私も入れてとか、そういったことにもつながってきて、まあ、いいサイクルに、こうなっていくっていうような気がするので、まあ最初はその少数精鋭っていう、まあ精鋭、まあそうですね。少数精鋭とかで、でも、少人数であろうとも、密のある、すごい密な会話ができていれば、とても得るものも失うものも少なくできる。得るものを大きくできて、失うものを少なくできるっていう形だと思うんで、もう本当ちょっと、せっかくこういった場を立ち上げたんで、一生懸命、なんか、一緒に頑張りましょうっていう、はい、ところですよね。うん。行動感パート3しようぜだよね。そうですよね。なんか行動感パート3って言っちゃうと、なんか行動感2を意識しすぎてる感が出ちゃうんで、あれなんですよ。ちょっと私がそういった知的財産とか、そういったものとかを、なんか整理してると、似てるものを使おうとすると少しだけ怖くなるっていう。そうなんだ。でも、まあまあ、そういった素晴らしい精神、その考え方っていうのを、それに共感して自分たちで新しいものをクリエイトしてるっていうのが今だと思っているので、でなのでそういった点では全然問題がないっていうか、まあ、その行動感2さんとも、なんていうか、いい関係っていうか、ここでもいっぱい学ばせていただいて、で、その学ばせていただいたことを、まあ、こういった場で、その学んだ人が共有してくださると。で、そうすると、じゃあまた、そんな素晴らしい行動感2さんに行ってみようとか、なんかそういった流れにもなると思うので、本当、多分この活動が、その今ある事業、取り組みっていうのを阻害するようなことはまずない。あ、それは絶対ないと思いますね。うん、うん。ありえない。だから、なんていうか、まあ、県の事業、スタートアップ支援事業とかもたくさんありますし、
まあ、よろず支援拠点さんとかもいろいろやられてたりしますし、なんかそういったところの素晴らしさっていうのも、なんかその情報発信、この場で情報発信することで、いろんな方に知ってもらうと。うんうん、まあ、佐賀県庁のね、県がやってるいろんなその施策があるので、ベンチャー、うん、それを知ってもらう意味も大きいと思いますよね。大きいですよね。うん、あれですね、私も今、その、県のスタートアップ支援事業に採択されてますし、で、なんか先ほど富高さんも、なんか採択されてた。ですね、本番のピッチの方には行ったんですけど、採択は、はい、されなかったんです。あ、なるほど、なるほど。なんか、でも、そういったのにチャレンジされた方が、もう、この場でももう二人いる。で、あとは、今日いらっしゃってない、ジュンレモンさん、細見さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方もスタートアップゲートウェイっていうところに参加されてたり、あとは、まあ、村山淳さんっていう方も、スタートアップとコネクトとかっていう、そのスタートアップ支援事業とかに参加されてるので、なんかそういったのにも関心ある方が、こう、なんていうか、参加してもらえたら、そういった方々、まあ私も含め、なんかこういったところで勉強になったよとか、それに関しての、なんていうか、プレゼンみたいなこともすることもできるし、っていうところで、なんていうか、悩まずに動ける、まず聞ける場っていうのが、なんかまあ作れるような気がしてますよね。うん、で、まあそれでまあ佐賀県の事業さんも知ってもらうと、佐賀県の支援策を知ってもらいつつ、あとは、そういった、を活用して活躍されてる人も知る、うん、でどんどんつながっていくっていう、うん、それでまあ最終的にはまあ佐賀を一緒にこう盛り上げていくっていうか、うん、っていうところにつながって、まあまあつながらない理由がない気がするので、うん、うんうん、やっぱね、俺って思うんだけどね、佐賀って博多まで特急だったら40分じゃん、うん、うん。さらに、福岡の、なんだったっけ、銀座みたいなとこありますよね。バス、なんていうのバスで行くんだけど。博多、天神。天神まで1時間10分ぐらいで行っちゃうし、はい、で、うちの事務所が佐賀の駅前にあるので、あの辺マンションがすごく多くて、結構朝見たら、うん、なんかもう、電車乗ってるんですよ、みんなね。まあ、どこに行くのか分かんないけど、うん、まあ、半分ぐらいは福岡行ってるんじゃないかなって思ってて。なんか、そうですよね、多分。うん。なので、逆もあるわけですよ。向こうからこっちを引っ張れるって。うんうん、まあ、家をね、また新たに買うって大変なんだけど、うん、まあ、とりあえず通勤だけはできるわけじゃないですか。だから、うん、なんか何もないみたいなことを言う人もいるけど、いやいや、実はものすごく可能性が満ちてて、本当に、なんかサンフランシスコは、昔マウンテンビューにある会社、シノプシスという会社いたんですけども、やっぱ車で1時間ぐらいかかるんですね。うん、サンフランシスコの風貌から。で、何にもないですよ、その時って。平原みたいなところに事務所があるんだけど、うん、まあ、佐賀は平原とまで言わないけども、うん、いっぱいそこに人が集まるわけですね。で、うん、まあ、その空港とかね、通勤の便が良ければ、半径1時間以内の人って呼べるんだなって私思ったんですね。そういう意味では全然いけるんじゃないかと思うね。うん、まあ、探しも含めてですね、周辺人たち含めて呼べるんだなって私です、うんうん。なんかそう確信してて、そのためにはそういうやっぱ雰囲気を土壌を作る必要があるだろうと。それすごい感じてて、うんうん。そこの今すごいなんかヒントっていうか示唆っていうのが、かなり飛んでたような気がしていて、1時間は、私ももう大学の時ずっとそのくらい、時間かけて通ってたりもしてますし、なんか全然その通える範囲、まあしかも今オンラインもあるしっていう、まあ、なんていうか、佐賀県ってすごい地のりがあると思って。すごくいいと思う、地のりは。うん、うん。だから、なんていうか、これがもう多分一番森さんがそこら辺意識されて佐賀、にも展開されてるような気もするんですけれど、なんていうか、
長崎にもすぐ行ける、うん、熊本にもすぐ行けるっていうか、その、まあ、鳥栖からですかね、うん、新幹線でもう南に下って行ったらすぐ、うん、他の県、鹿児島行けちゃうし、うん、っていうところで、なんていうか、九州の、まあ、ハブって言ったら、うん、まあ、ちょっと、どこか怒る他県さんがあるかもしれないですけど、でも本当にハブに、なりうる県なんじゃないかなと思っていて。ああ、そう思いますね。空港もあるしね。そうですよね。うん、だから、なんていうか、佐賀が盛り上がっていけば、この人が集まる要素っていうのが非常に、多いっていうか、うん、集まりやすい、なんか交通の便っていう観点では非常に集まりやすいしっていう。うんうん、だからこそ、なんていうか、より良いっていうか、ビジネスっていうのが、こう生まれてって、で、佐賀で働きたいっていう方が増えてったら、結構、すごいスピードで、こう、人が増えてったりとか、雇用が生まれてくんじゃないかなっていうような気もしていたりするので、うん。本当に、ブルーオーシャンの話。はい。ブルーオーシャンだよ、本当。だと、うん、観光もないからですね、うん、もう何でも作り出せる。うん、本当にすごいなと思います。なんか、そうですよね。うん。こう、自分たちで今作れる段階ですもんね。うん、どこかがもう強すぎても、そこがもう全部牛耳ってるっていうような世界でもないっていうか、うん、なんか、みんながみんな、まあ、技術、まあ、森さんのところみたいな、なんていうか、技術オリエンテッドっていうか、研究開発型の事業とかやれたら一番いいとは思うんですけど、そういうものじゃなくても、アイディア一つで、うん、なんていうか、しっかりと勝負できるっていうか、まあ、まあまあ、他の県じゃ勝負できないかって言われたら、ちょっと今、まあ、語弊のある発言だったかもしれないですけど、なんかまあ、本当に、ちょっと、ちょっとした差別化っていうところで、まあ、そこが受け入れられて、そこで収益化得られやすいようなところだと思うので、なんていうか、いろいろ試し打ちもしやすいような場な気もするんですよね。うん、うん。うん。で、なので、まあ、そういったところで、まあ、今、そういったところで、なんかそういった試し打ちっていうか、チャレンジできる環境っていうのをどんどん整えていって、で、いいものを佐賀から生まれ、こう、生んでいくっていうところが多分非常にやりやすいんじゃないかなって思うので、なんか本当に、あれですよね、将来性がすごい高いっていうか。うん、めちゃくちゃ高いと思うんですよ。上がっていくしかないっていうか、うん、まあ、そうですね。魅力度ランキング46位みたいな、47位でしたっけ？ビリーでしたっけ？ビリーですね。でも、それも、もう上がる要素しかないっていうか。うん。うん。まあ、ちょっと魅力度ランキングの統計的な、根拠が乏しいみたいな噂を聞いたりもしましたけど、うん、でもまあ、何せよ、どんどんこれから魅力を、こう、増していけるっていうか、うん、ところだと思ってますし、なんかまあ、弁理士の話になっちゃいますけど、弁理士さんは佐賀全然いないっていう、で、いないっていうのは結局仕事がないからいないっていうところの裏返しっていうのも言えたりはするんですけど、でも逆に開拓をする要素っていうのもいっぱいあるっていうところだとも思っていて、で、実際、まだ飛び込んで1年経ってないですけれど、いろんな方から、こう気にかけてくださったりして、なんかまあお仕事もしっかりいただけてますし、なんていうか、本当にもう繰り返しになっちゃいますけど、ブルーオーシャンのもう自由に伸び伸びとやって、で、しかも、まあ、たくさん稼げないかもしれないですけど、しっかりと、生活できる分を稼げるっていう、すごいいい、なんかチャレンジできる場だと思うので、うん。うん。なんかそういったところで、どんどん成功する人を、こう、生み出していきたいですね。うん。ぜひそう、我々が、こう、新興の我々の会社、まあ、多分、
多分引き合えるのは多分そこだと思うんですよ。既存の会社がもしできるんだったらもうすでにやってるわけじゃないですか。で、できてないので、うん、やっぱその新興企業、まあ、ベンチャーとか、そういうところがこう、うん、まあ、成功して力を出して、こう、佐賀のバリエーションとか評価ですよね。評価を上げていくのかなと、うん、私なんかそうすごい思ってて、そこはもうぜひ、うん、あの、佐賀県の、佐賀県全体のためのコミットし、うん、しようと思ってます。うんうん。そうですよね。なんか、本当に、こう、まあ、引っ張ってくださるっていうのは、その視点っていうのも、なんか結構大事ですよね。なんかその、で、まあ、我々のそういった、今立ち上げたグループっていうのが、まあ、県外の方も、うん、ウェルカムっていう形にしているので、なんていうか、まあ、やっぱりその福岡とかで、あの、ご活躍されてる方とかの情報とかも聞いて、で、そこで、まあ、いろいろ、まあ、刺激だったり、まあ、知識だったりとか得て、そこで引っ張ってってもらうとか、まあ、そういったことも不可能じゃないと思っていて、うん、だからこそ、なんか、県内だけに留めない。うん、近隣も入れてね、久留米とか。はい。うん、で、もう、先を走ってる方がいるのは、それは、まあ、事実としてもあるとも思うので、であれば、そういった方に、こう、まあ、学びに行くっていうか。うん、で、まあ、いろいろそのエッセンスっていうのをしっかりと取り入れて、自分なりに改良していくっていう。っていうところを、なんか、どんどん、そういったところもやっていきたいなっていうところですよね。実はね、この前ね、久留米に行ったんですよ。久留米100年公園っていうのがあって、うんうん、そこはバイオ系の、まあ、ベンチャー含めて結構あるんですね。ちょっとうちと、まあ、協業する話があって、また、うん、あの、近く行くんですけども、なんか、久留米って、なんかこう、いろんななんか芸能人が出てるぐらいのイメージはしなかったんですけども、松田聖子とかね、確か久留米だったと思う。あと、あの、孫正義は違ったか、孫正義は突然、なんか、結構有名人、特に歌手系多いな、みたいな感じしかなかったんだけど、ああ、福岡って、うん、あの、バイオベンチャーなんか育成してんだなとかね。で近いじゃないですか、ここまで行ったら。うん、で、まあ、農業系やるので、どうしてもちょっとそういうところとの接点もいるんですね、弊社の場合。だから、向こうは向こうでいっぱ、うん、すぐ近所にですよ。そんな2時間もかける人なんて、車だったら40分ぐらいで行っちゃうんで、そういう人たちいるわけじゃないですか。で、向こうは逆に、うん、多分 IT なんて分かんないですよ。うん、でバイオ系はね。まあ、そこでこう、まあ、協業ができるわけですけども、そう考えたら、いやそのまあ、ビジネスということも考えても結構大きいし、どんどんやっぱ近県の、ま、うん、あの巻き込んでいって、地域全体、うん、地域全体が潤うような、うん、なんかそういうような形ができたらいいなと思ってる。うん。うん、なんか、きっと、多分まあ、すぐにはまあ、何事もすぐにはうまくいかないかもしれないですけど、でも、この活動を続けていけば、そういったところが、あの、見えてくるような気がしますよね。そのつながるような。うん。うん。なんていうか、なので、あの、まあ、私も、まあ、森さんも、まあ、富高さんも、思ってることと一緒だと思うんですけれど、やっぱり、こう、継続してやっていくっていうことが大事だと思うんで、まあ、その、こういった形の活動っていうのを、まあ、ちょっと継続してやってって、で、より高めるっていう方向に、こう、やっていけたらいいなっていうところですね。っていうか、一旦、あれですかね、7時ぐらいにもうすぐなるので、一旦、こういったあの YouTube 今配信してますけど、そこを一旦区切るっていうような形をしとこうかなって思ったので、うん、はい、しました。ちょっとじゃあ、あの、締めっていうか、はい、なんかそういった形に移っていこうかなと。はい。っていうか、はい、じゃあ、あの、まあ、来週の告知っていうか、そういったところだけやって、あの、終わりにしたいなと思ってるんですけれども、来週は、来週じゃないですね。再来週は、あの、森さんにちょっとプレゼン、というか、ちょっと、あの森さんの授業とかご紹介してもらおうと思ったんですけど、はい。森さん、よろしいですか？そう、じゃあ、サクッとだけ言いますと、あの私の方は、あの、養鶏 DX というのをやってまして、まあ、対象は、まあ、肉鶏ですね。鶏は、まあ、鶏、うん、の場合は卵の
卵と肉鶏、この2つあるんですが、肉鶏の方です。で、うんうん、有田町、佐賀県有田町の有田株式会社っていう会社がございまして、まあ、そこが管理してる、うんうん、養鶏場で、実証実験やってます。残念ながらですね、12月の半ばから大きなその鳥インフルエンザが発生したので、うん、もうちょっと中止させるを得なかったんですね。で、3月のまた終わりから始めまして、うん、本当は、まあ、6月ぐらいには製品を出したかったんですけども、ちょっと秋ぐらいまでかかりそうかなと。で、まあ、その内容とですね、なんで始めたかみたいな、どういう世界を作り上げたいんだみたいな、その、まあ、結構面白いかなと思いますので、その話、うん、まあ、AI はこんなことできますとかね、で、うんうん、なんかそんな話もして、ちょっと30分ほど、ピッチ10分、なんか、事業紹介、より深い事業紹介やって、あと Q&A するみたいな、そんな形でやらせていただきたいと思ってます。そうですね。なんかもう、そういったので、まあちょっといろいろ学ばせて、まあお互いこう学ぶっていうようなことができたらいいですね。うん。そういった形で進めていければなと思うので、そしたら来週はちょっと森さんにプレゼンしていただくっていう形で、来週っていうか次回はそういう形で進めていきたいと思います。次回は3月16日ですよね。3月の、ちょっと待ってください。16でしたっけ？うん。そうか、日付。3月の6ですかね。え、 6？ ごめんなさい、ごめんなさい、9、9。9。ごめんなさい、9、3月の9日ですね。わかりました。ね、はい。3月9日、次回は、まあ、森さんにちょっとプレゼンさせて、していただきますので、はい。はい、皆さん、こう、一緒に勉強していきましょう。はい、佐賀事務所の方から、アイスクラビルの方から。お話しさせていただきます。あ、はいはい。わかりました。ありがとうございます。そしたら、はい。富高さん、森さん、今日ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。じゃあ、失礼いたします。はい。